はい、こんにちは。はい。128漢方処方分析。今日は62番、防風通称さん。ね。これの一行解説は、体質改善目的の魔王剤、小薬数18で最多とあります。保険適用漢方薬で、例外的に小薬が1個、肝臓等です。小薬2個、抗生小薬。芍薬甘草湯、大王甘草湯、そして桔梗湯です。生薬数が少ないやつはすぐに効く。でも、耐性ができやすい。ざっくりね。生薬数が多いやつはボツボツと効いて、体質改善的なイメージで、耐性ができることは少ない。ね。その一番生薬数が多い保険適用漢方薬がこの18番。ね。防風通称さんになります。さて、一応18個全部読みますよ。黄金。肝臓、桔梗、石膏、白術、大王、経外、三獅子、芍薬、仙灸、陶器、八花、ね、防風、魔王、蓮魚、小魚、活石、防暑となっています。さて、そこで、15分類からいくと、これは、魔王剤なんですね。なんと、防風通称さんって、魔王がね、入ってるんです。何グラムかっていうと、魔王、1.2 グラム。ね、ちょっと少なめね。で、大王と防暑が入っているんで、蒸気筒になります。そして、陶器があるんで、温性の空血剤っていうのも満たして、かつ、陶器と大王が入っているので、がっちりタイプの苦黄血剤っていうくくりも、まあ、クリアしますね。で、生薬、ね、これが1個あると、こんな方向性があるよっていう生薬としては、経外とか蓮魚があると、皮膚疾患向けだなって推測ができます。桔梗があると、肺の作用があるなって推測できるんですね。と、大体、いろんなことができるなってイメージ湧きますよね。で、虚実のスコアは、簡易版では1点です。ね、魔王があるから。精密版ではなんと5点になりますよ。5点。ね。で、寒熱。これは石膏が入ってればオートマチックに冷やす。で、いいですからね。だからこれオートマチックに冷やすって言えばいいです。で、木に向いてる生薬は三獅子。血が仙灸大王陶器。そして水が白術石膏となります。まあ、気血水に幅広くね、向いていますね。さて、腹心は、苦黄血剤の成分がありますから、小腹高慢が典型的所見だと言って間違いありません。六病位は、小腰病の薬と言って問題ありません。これはね、例外的に蒸気糖類なんだけど、量が少ないんでパスということになってます。で、六病位のチャートは結構楽しい。ただ説明しきれないんで、ぜひこの本買ってください。この本絶対買った方がいいです。これ僕の英知がね、入ってますから。はい。で、これが、桔梗が該当して、小腰病気になります。小腰病気は、舌は白い、厚く白い、脈は中間、ね。そう言って間違いありません。保険病名、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の症状、高血圧の随伴症状、動悸肩こりのぼせ、肥満症、ね、むくみ便秘とあります。もう肥満症ってありますからね。もう結構いろんな方に出せますね。便秘にも効きます。こんな症状にも、脳卒中、アトピー、風邪、生理痛、打撲、皮膚疾患と書いてあります。さて、ルールからイメージできる典型的患者像。防風通称さんは18種類という最多の抗生生薬からなる漢方薬である。分類チャートでは、魔王の存在から魔王剤に分類される。大王と防暑があるので、蒸気糖類にも分類される。そして、大王と陶器があるので、苦黄血剤であり、また、陶器があって需要がないので、温性苦黄血剤の範疇にも入る。生薬の方向性からは、経外と蓮魚の存在から、皮膚疾患にも有効とイメージでき、桔梗の存在から、肺の作用も期待できる。虚実スコアは、簡易版では1点であるが、精密版では、黄金、石膏、防暑、大王、ね、そして魔王、の存在から、なんと、5点となる。ね。三獅子があるので、切れやすい状態、気逆にも有効で、のぼせ、頭痛、耳鳴りなどの
処方選択のイメージにもなると。寒熱は石膏があるので、ファーストステップでオートマチックに冷やす漢方となると。腹部は拒逸スコアが5点からお腹が強く張っているというイメージで合っています。大腰があるので便秘傾向。かつ、古地の溜まり、ね、これ、おけつと言いますね。下腹部の小腹傲慢があってもいいです。サイコやオーレンがありませんから、肋骨球下納痛とか、深下部納痛はありません。黄金や石膏の存在から、小腰病気と分かり、舌は白帯、脈は中間です。上気筒の性格もあるので、舌は黄帯でも、ね、まあそう言ってもね、間違ってはいません。まあ、がっちりタイプの肥満の人のイメージで使うという薬です。原点は、生命論、1172年、劉化寛という方がね、著しています。不都合薬質法官区決では、防腐通商さんの名前は実は登場しません。その欄にはね。ところが、正常防腐等のとこに、防腐通商さんが、まあ、ついでに出てきます。そんな防腐通商さん、これは OTC ではナイシトールという名前で有名で、多分、漢方で医療用では大健中とか一番なんだけど、OTC ではこのナイシトールの類、防腐通商さんの類が一番、販売されていると思っています。まあ、18種類の抗生生薬で、がっちりタイプ、ね、肥満という病名まである使いやすい漢方ですから、ぜひ体質改善、改善の意味合いを含めて、皆さんも使ってみてください。はい、今日は128漢方処方解説、62番の防腐通商さんでした。以上です。